ミーファイターガンマン。Ready, go! ウエスタンな俺が行く。そう、ガンマンと戦いに。ガンマン勝負だ。デオキシス破壊光線。通常技確認アッパー。横攻撃が10だ。あんま範囲ない。上攻撃サムスっぽ。つかサムスだね。あれ？ガンマン使いやすいぞ。あれってのもおかしいけど。ベテランジャケットをもらっておこう。レディーゴー。吹っ飛ばし強いし。当たり判定いいし、まあ範囲はそこまででもないね、射撃タイプのくせに。俺が捕まってる。これ助けたらなんかいいもんくれるとかじゃない。痛い。抹殺。ピカチュウ普通に負けてるし。射撃タイプ使いやすいかもしれないな。通常技が強いから必殺技を遠距離系にしとく方がいい。ゲームウォッチ持ってたけど、これタイトル違う可能性あるからな。ジャイアントプリン。なんか心に響くフレーズが来たよ。ジャイアントプリンだ。燃えろ。だいたいジャイアント系は攻撃が当たらないから楽勝になるのに。プリンは攻撃に下が多いから。おい、みんな死んだ。俺割と早く死んだ。ファイヤー、やっぱゲームによって違うみたいだ。つまりゲームウォッチを選んだ俺は正しかったんだ。よし、2つゲット。ガンの宇宙人。空中で撃つと溜めれないんだよ。メタルソニック。てかサムスに近いな。なんかファイヤーバーがいきなり短くなった。なんで？まだほとんど使ってないのに。ここだ。これどういうこと？ダメだった。メタルソニックとか強すぎだ。よし、マジで。マジかよ。ランダム性高すぎなんだよこの辺。
全然ダメージなんだし。反応良すぎるし。なんだよこのソニックの反応。敵投げるときは殴れねえのに自分は反応一瞬じゃできねえんだよな。そんなレベル高くもないだろう。さっき負けたんだから 6.5 だろ。起き上がり攻撃でこんな飛ぶんだ。攻撃を当てる方法がわからねえ。何この完璧なプレー。殺す手段がないっつうか。横砂があれなんだよ、小さい攻撃連発だから当てれないんで。なんで死んだのか分かんねえし、何にも持ってないのにいきなり爆発して上に飛んでいったように見えた。キャラによって全く合わないやつとかいるよな。まあ、メタル来ないことを祈ればいいんだけど。よし、これだったか、メタルを倒すための技は。こういう風に決まるときは簡単に決まるんです。レディーゴー。こっちか。Versus Master Hand。 うわぁ、なんかゴールドになるとハズレになった気分だ。昨日も分かってたのにな。めっちゃ食らってる。死ぬ。ええ。時間かけすぎるとこんなんなんの。いい攻撃見つからないから時間かけて戦ってたらこんなことになってしまった。怪しいぞこれ。
でも攻撃かな。ニュートラル攻撃いいな。これは無理かな。バックナックル、お前はここでお手玉で安全に。よし、メタルソニックが異常に強いっていう。本当は超スピードプラスメタルの重さって使いにくいはずだけど、コンピューターには関係ないから。じゃーん、そんな強くない。これ一応当たり判定ある。今一つだったな。お姉さん、僕お姉さん使ってないよ。キラーン。けど上がったことは、ウエスタンの格好はいまいち。もっとパーツが増えたらカスタマイズしよう。綺麗に入った。使いやすい技を発見するのが大事だね。なかなか埋まんないな、真ん中。この辺から順番に。あとそこだけかな。完成。挑発。安かったんだけどな。ちょっとメタルソニックが強すぎた。特殊効果を30種類以上。誰行こうかな。メタ。結局は技特性のチェックからだな。ドリルラッシュ。2対2はあんま好きじゃないな。こっちにパートナーいるせいでなんかきてるんだよ。もうパートナー死にそうなんだけど。ド反応だな、ほんと。トルネードスピン。なんか勝手に
やられてくれてる。長いなあいつ。横スマ。ジャンプ上蹴り、ジャンプ通常攻撃。メタナイトは背中で語る。ウィングプラスソード。強烈トルネイド。トルネイド。一見マグナムトルネード。ここが一番多く見えるけど気のせいだった。銅が2個あるだけじゃん。ジャイアントディーディーってもノーマルのドンキーより小さいディーが。勝手に落ちて死んでいった。チャオだ。コンピューターはね、マップの仕掛けに弱いんだよな。超反応するくせに。普通のノーマルワリオとのメタルか。連続投げかな。てかまだ必殺試してねえ。異常に強え。アピール。俺だけ無敵。バイクのおかげでまとわれんですんだ。いいの来たー。ベータグロス、範囲すげー狭くなってる。メタナイトが消えてしまった。マントで異世界にワープしたのか。スコア低っ。スコアの内訳を教えてくれ。内訳を。ファミコンロボット。ファミコンロボットは自分のステージないのか。ん？コマ？危な。自分もキャリーの上に乗ってて超やばかったけど、なんか知らんがとにかくよし。ここだ。全然ダメだ。メタナイトにはこいつらをうまく倒せる技はあるのかな。まさかの上 B。 シャトルループ。シャトルループですな。超強え。あいつら戦を囲まれたら負けだから、ああいう一撃抹殺技があるとすごい楽なの。メタ様をなめんじゃねえぜ。
昨日買わせたつもりだったんだけどな。そうだ、なんて早く早く倒せろ。コンボまで行っちゃうと危ないな。下突きの連続攻撃いい。ジャンプ上攻撃だダメだわ。まさかの戻ってきたのに当たった。戻ってきた、倒しきれるだろう。かわすのが早すぎた。威力ねえな。まだ終わんねえの。まだ終わんねえの。シャトルループ。降りる。え、負けたし。メタ通常攻撃に威力なさすぎ。ちゃんとみんなはトレーニングでね、何が大ダメージ与えれるか確認してから来ましょうと。ジャンプ上攻撃威力全くねえぞ。ヒットポイント隠すのもやめてもらいたいわ本当。うわ 5% だ。そら低いわ。なんで食らった。はい、やっぱガードですね。攻撃するための手段があまりない。かわした、ラッキー。
の回避もな、まだ全然うまくいかねえ。すぎ止めた。綺麗に全部入るな。綺麗に全部入れてくるな。全然勝てねえし、全然メタの戦い方わかんねえや。今日から言われるけど、自分に合わなきゃ何の意味もねえんだよな。無駄に来る、結局食らうなって話なんだけどな。この当たり判定もいまいちわからんし、結局わからないで済むっていう。知ってる知ってないが一番重要です。あと攻撃力だ。結局被弾の可能性を減らせばその分楽なんだよ。割れた。でも割れても所詮一発しか食らわないからな。攻撃回数見せたのと同じなんだよね。じゃあ防御してってことは絶対無理よ。これも防御の方が安定する。この状態からなら勝てったろう。これめちゃくちゃ食らうんだけど、ありえねえだろう。どっち向いてんだよお前。威力ねえな、目立たないと。
あっと終わったー。ジャンプ力もめちゃ低いし、めり込むようにして攻撃するのかな。わ、俺にはメタナイトは合わん。そもそも X の時も全く使ってなかったし、地上にいるやつだとこれで稼げるんだけどな。横須賀もうそんな強くないんだよな。亡くなってしまった。チャオが。ミスゴン無敵カットのハニワくん。こんなにかっこいいのに。どのキャラでも使い込みゃ強くなるよ。メタナイトは X の時はめちゃくちゃ強かったらしい。周りに使いこなせる人いなかったからな。つけにくいな。攻撃が当たっただけでコンボになるの。ジャンプの低いのも使いにくいな。5回飛べるけど。だからこういう行動ができるんだけどね。その代わり、全然上の方たまんねえし。俺には向いてないな。攻撃を当てるのがすでに難しいっていう。普通に失敗しそうだよ。場所分かってんのに。そこ。やばい、バンナムに行きたい。空に行きたい。危ねえ。最後の一発。